皆さんこんばんは。こんばんは。上野貴子の俳句 TV、 今週は、ゲストをお招きいたしまして、お届けしたいと思います。初めてだね。初めてなんです。はい、はい。今日ですね、初めてのゲストをお招きいたしました。こちらの三越克幸さん。違う、ひろゆきです。すいません、いきなりやってくれました。はい、水越ひろゆきです。よろしくお願いします。勝之でございます。ひろゆきでございます。はい、三越ひろゆきさんです、ね。打ち合わせしてないから、ね、はい、はい、申し訳ありません。はい、三越さん、はい、あのひろゆきさんということで、はい、自分 TV でね、あの皆さん有名かと思うんですけれども、いや、そんなみんな知らないと思うけどね。いや、私もですね、あの三越さんのこの自分 TV を知りまして、初めてあのユーストリームが自分でできるっていうことを知って。どこで知ったの最初？あの最初にね、あのフェイスブックなんですよね。フェイスブックで、いろんな三越さんがあのコンサルのいろんな情報を流していて、セミナーのね、はい、セミナーの、でそれを見て、で私も、はい、でほらとまだフェイスブックで友達になってなかったから、うんうんうん、公開にしてる記事を見たってことだね。じゃあね、そうですそうですそうです。それでセミナー募集を見て、うん、それで、うん、あ、これできるのかもしれないと思って、うん、あのそこを引っ張って、うん、でコンサルを、スカイプのコンサル、最初それだ、それなんです、ね、いきなりスカイプコンサルだったんだね。いや本当はですね、うん、その前に7日間なんか無料コンサルって、あ、無料メールセミナー、ね、あ、はい、やってらっしゃいますよね、うんうん、それを私は受けて、でそれでできるかもしれないってなんかこう思ったんですよね。それで、うん、前の XP のまだ古い機種で、まあ面白半分やってみたら映ったので、あ、これはこの方に教えてもらえばできるかもしれない、できるかもしれないと思った。そういうのに自分、そういう自分の番組を推したいっていうのはあったの？まあ番組っていうのは大げさなんですけど、講座、俳句講座をあのネットでやってるんですね、うんうん、ネット講座をやっているので、はいはい、もうすでにやってるんだよね。やってるんです、うん、それはだから、はい、そうやってるところに所属して、うん、あの番、その講座をやってるってことだよね、うん、そうですそうです、うん、ナレッジサーブというところの、俳句講座をやっているんですが、講師でね、まあ一応講師で来た来た、はい、やってるんですけれども、ゼロ坊や、あ、なんかなんかなんか、コメント入ってます。ゼロ坊やさん、三越さん、ゲスト名の件は多めに見てねって、なんか私にはよくわからないことがあるんですけど、僕ね、さっきさ、はい、三越なんて言ったっけ、あ、三越、ひろゆきさんです。でも最初間違えたでしょ。それね、僕しょっちゅう間違えてる実は。あ、はい、はい、はい、あの、そう、名前、僕ゲストを呼ぶ、あの有名な巨人の篠塚さんを紹介する時も、僕が長年憧れていた今日のゲスト篠塚、名前何でしたっけっていうのがあって、はい、だから僕は人のこと言えませんっていうのをこのゼロ坊やさんはね、はい、はい、そういうことです、すいません。なるほど、そういうことなんですね。僕は偉そうに言っちゃいけませんね。ゲスト面の件は多めに見てねっていうのは、そういうことなんですね。そういうことなんです、はい、申し訳ありません。コメントありがとうございます。名前ありがとうございます。名前っていうのはこうすぐひっくり返っちゃうんですね。まあとにかくそういうね、それで、はい、はい、僕のコンサルをスカイプで受けてくれて、はい、それをすぐ始めたんですよ、はい、そうなんです。それですぐやってみたんですよ。いや今もね、あの三越さんに教えていただいてたんですけど、まあなんかやっちゃって映っちゃったらもうこれで発信しない手はないぞみたいな感じ で、ね、もうそれで毎回それでいいだろうと思ってやってるんだけど、もうツッコミどころが僕からするといろんな他の方もそうなんだけど、もう変えない、ここをした方がいいよとかいっぱいあるわけ、はいはい、でもそれをやっぱりあのなかなか無料で教えられないんでね。そうですね、こういうみたいに僕をゲストとして呼んでくだされば、はい、ちょっと早めに来てね、ちょこちょこと教えて、ありがとうございます、ね、本当にもうだけどありがたい限りで。上野さんはね、その俳句 TV をもう何回続けてるんでしたっけ？今日でですね24回目す。すごいよ。いや、まだ毎週、まだあれですけど毎週毎週やってます。すごいよ。
水曜日頑張って、ね、頑張ってやってる毎週、ね、配信しますので、ね、お願いします。宮野さんはね、はい、非常にね、はい、声がね素晴らしい、はい、なんかこう昔やってたの。いや私は昔ですね、まあ、お芝居をやっておりまして、だからだね、声通るもんね、すごいいい声してるよ。そんなことないんですけど、うん、まあちょっと芝居をやっていたので、うん、まあ少しは鍛えられてるかもしれないですね、うん、いい声してますもんね。まあオリジナルソングも作ったりして、うん、ちょっと鍛え直そうかなと思ってるんですけど。いいじゃないですか。まあどうかな、うん、でまあこれあの、うん、上野貴子の俳句 TV ということで、うん、はい、どういうことを毎回やってるの？その俳句の俳句をなんか作ろうってことでやってる、はい、それとも俳句をただ読んでるだけの、どういうあれ？もちろんあの俳句 TV なので、うん、まず俳句の紹介から、俳句講座、うん、それから俳句の朗読をしたり、うん、いろいろ俳句を作るコツのレッスンをしたり、うん、まあ、あの動画レッスンってあるじゃないですか、うん、ネット講座をやっていると大体の動画作りませんかって皆さんこう言われるんですけど、一回きりになってしまうのでそれでずっと同じじゃないですか。これはもうライブ放送で毎週で質問もあのできるし、で毎回毎回ライブでどんどん回数も重ねられるし、違うレッスンが毎週聞けるじゃないですか。なんでこれをちょっとこううまく活用したいな。じゃあ何その毎週毎週レッスンになってるの、うん、これ。いや僕ごめんね、毎回さちゃんと見てないんだけど。ちゃんとレッスンになってるのは3週目かなっていうところで添削をしたり、はい。だから、今日はですね、うん、その俳句のですね、うん、ちょっと質問を、まあアンケートみたいな形、あのゲストをお呼びしたら必ず同じ質問をしてみたいと思いまして。いいじゃないですか。はい、とにかくあの最初に言ってきますけど、はい、僕俳句、僕は、ね、短歌、五七五七七、これね小学校の時とか、うん、まあこう親に言われて一緒にお正月に作ったりとかね、うん、そういうことはしてたんですよ。あ、なるほど。俳句は作ったことありませんので初心者ですので、初心者にいかに、だから僕全然わからないのでちょっと教えてください。文才あるかも。いやいや教えてください。はい、ですね、はい、じゃあ質問がいきたいと思います。質問その1、はい、ですね、春夏秋冬、季節ありますよね、うん、これね、はい、皆さんもね自分でねこう書いてみるといいですよね、うん、あ、いいですね、見てる方も、はい、はい、春夏秋冬の春夏秋冬でどの季節が一番お好きですか。これは質問、単なる質問ですので、お好きな季節を教えてください。どれかな、秋かな、秋、うん、うーん、春かな、三越さん、ひろゆきさんは、でも一応秋にしとこう、秋でいいですか、うん、はい、秋がお好き、うん、ではですね、もう2番目、節月か、それから緑というですね、何、節月か、はい、季語の代表なんですけど、節月かってよく聞きますね。節は何、節は雪です。おお、うん、月は月、花、うん、は花、花、あ、そして夏の緑、うん、今のなんですけど、雪は冬、月は秋、花は春、お、はい、で緑が夏、うん、ということで春夏秋冬の、季語の代表なんですけど、うん、この中ではどれが一番好きですか。まあ、秋だと月なんですが、うん、雪と月、雪月、はい、雪月か緑、合わないけど、うん、いいのそれ。一番目とですか、秋と、あ、それは全然関係ありません。そしたら僕緑かな、はい、あ、緑、うん、夏の緑ですね、うん、あ、なるほど、緑か、やっぱり雪月か、ね、いや、雪月かっていうのはちょっといい、あの、ありふれてるっていうか一つの言葉になってしまっているので、緑というのが夏の代表の季語なんですけど、まあこれは一番こう、なんていうかな、インパクトがあると思います。
なるほど、秋と緑ですね、うん、ありがとうございました、はい、これはあの毎回ゲストの方に聞いてあの俳句を作る参考にさせていただきたいと思います、うん、それから、3番目なんですけれども、はい、この、 あの俳句 TV ということで、うん、毎月真面目にですねテーマを決めさせていただいております、うん、で今月は、新緑、新緑、はい、新しい緑と書いて新緑、うん、この夏の初夏の季語なんですけれど、うん、これを一応今月のテーマとさせていただいてるんですが、うん、新緑と聞けば、うん、三越さんは何を思われますか。新緑、はい、と聞けば、例えばどういうふうに言えばいいの、うん、例えば爽やかな風とか。ああそうですね、はい、爽やかな風とか緑の風とか。爽やかな風、爽やかな風、はい、はい、ありがとうございます。爽やかな、爽やかな風。やっぱこれ作詞家だから、あ、僕シンガーソングライターもされてますからね。もうシンガーソングライターでなんかもう人気で、もう CD もすごいという、そうですよなんか噂ですけれども大活躍という噂で、なるほど、爽やかな風、うん、あー詩的ですね。詩的ですかポエムですね。詩的な、なるほど、わ、うん、かりました。爽やかな風、爽やかっていうのが確かに夏の季語になりますので、爽やかな風で、爽やかな風、これは7文字ですよね、うん、はい、7文字なので、この前と後ろに5文字、なるほど、はい、の言葉をこうつなげると俳句になるということになるんですけれども、なるほど、これで一句出来上がりみたいな、へ、うん、感じなんですけどね。たたたたた、はい、爽やかな風、タタタタタ、うん、タタと、はい、はい、これでもう一句ということになりますので、ぜひあのトークしていただけるとありがたいと思います。何トーク、トークって何、トークというのはですね、例えばそれもね、やっぱ説明してて分かんないね、初めて聞く。ああ、なるほど、うん、俳句をこう作るじゃないですか、うん、そうしたらいろんな大会ってやってますよね、うん、あの多いお茶とかよく聞くと思うんですけど、うん、多いお茶なんかの缶の後ろなんかに募集してるんですよ。あ、はいはいはい、はい、よくで、いろんな大会に行くとあれ、なんかもう一つ、あ、同じ方ですね。ゼロボヤさん、はい、はい、言ってあげてください。目に合おば山ほととぎす初ガツオ、お、なんかメイクを一句なんか自分で作ったわけないでしょ、だってこれはもうあれですよね、有名 な、はい、これは有名な句ですけれども、これはあれですね、あの奥の細道で有名な句だと思いますけれども、なんでこれを投稿したのか、これは理由を聞きたいですね。そうですね、もうまたこれで、もう一句、ゼロ坊やさん、ぜひ一句投稿してください、お願いします。自分で作った句をね、はい、そうですね、はい、自分で作った句を、はい、オリジナルのね、はい、新緑をお願いいたします、はい、テーマでね、はい、はい、テーマは新緑です、はい、はい、これはいいですね、いいですね。これ、奥の細道の句だと思うんですが、はい、はい、皆さんご存知の句だと思います。どんどんなんかいろんなメッセージお願いします。はい、はい、それでは、この前後に何か付け加えていただいてですね、うん、三越さんに句を、はい、はい、作っていただけるとありがたいと思います。それでですね、はい、俳句大会というのを、うん、秋に、やるんですが、はい、Facebook 上で、こういう感じで気軽にどなたも、あ、今やってるね、なんかね、はい、はい、トークしていただいて、うん、それで秋に28日に、まとめて、うん、そして、発表したいという、まあ、ちょっと企画がありまして、今は句を集めておりますので、三越さんの句も一句、あ、そうですか、はい、トークさせていただけると嬉しいです、うん、なるほどね、はい、お願いします。もう今たくさん来てるの、
そうですね、今、まあ、これ違う画面やっちゃうと切れちゃうといけないんであれですけど、うん、この、今さっきコメントがありました水野さんだとか、はいはいはい、水野さんかなりね、もう何句もトークしてくださって、はい、あそこにコメントと、はい、投稿としてこう入れてるわけ、はい、フェイスブックに入れていただければ私が見つけて、うん、あ、トークしてくださいましたありがとうございますということでこっちにこう取っときますので、はい、で秋に統計出しますので、すごいじゃないですか今何ぐらい集まってるの？ね、7、8名ですけど、もっとたくさんの人ね、もうたくさんの方に、多分ゼロ坊やもやってくれる、ね、あ、ゼロ坊やさんぜひお願いします、トークしてください。これはちょっとね、メイクなのであまりにもこれは皆さんご存知なんでまずいと思いますので、オリジナルの子お願いします。あれでもフェイスブックでさ、はい、俳句のああいうのやってる人っているんですか、うん、他に。いないことないでしょうけどね。あ、まあまあね、でもちょっとはっきりわからないですけどね。でもあまり聞かないですよ ね。俳句って皆さんご年配の方が多いので、そうなんだよ ね、インターネットやる方が少ないですから。若い人で俳句やってる人ってどうなの？まあ、いなくはないでしょうけど、うん、ただ若いうちはこうあんまりこうパッとこう取り上げてもらえない、ベテランの方がやっぱり牛耳ってるので、うん、牛耳ってるので牛耳ってんのまだまだ私ぐらいの年でもまだまだ若造みたいな、そうそうそう、言われちゃいますので、もうまだまだ不勉強ですよね。なんかさ、だけどはい、はい、そのまあ、うん、ジャンル違うけどね、例えば囲碁とか将棋とかってさ、うん、若い人たちが結構出てくるじゃないですか。ああ、そうです ね。俳句ってそういうなんかこう若い人たちの集まりみたいなのないのかね。いや、集まり自体はあるんですけどね。ええ、若い人の集まりっていうのは、その私もつい最近まで年齢的に若かった頃は、うん、青年部の集まりとかあるんだ。あるにはあるんですよ。青年部、青年部なんていうのがあるんですよ。いろいろ、私は現代俳句協会っていうところに入ってるんですけど、一応そこのあるんだ、そういう協会が。協会がいろいろあって、まあ青年部だとか、なんとか部、IT 部とかいろいろあるんですけど、やっぱりその俳句っていうとこう肩が凝るというか、なんかね、こう俳句じゃないとっていうか、こう俳句をやるっていうとこうかしこまっちゃうじゃないですか、うんうん、だから誰も彼もいつもっていう形になかなかなれなくて、うん、で若い人はやっぱり他のことも忙しいし、仕事も忙しいし、うん、なんかいろんなことが やりたいんでね、若いうちは。でもさ、俳句ってさ、なかなかっていうか、まあ、手軽じゃない、何にもいらないの、ね、そうそうなんですよ、そこがいいんですよね。で、旅行行ったりすると、もう自然に日本の良さで、あ、ありがとうございます、新緑連想しました、うん、ゼロ坊やさん、新緑、新緑で連想しました、ありがとうございます、入れてください。連想しましたって、連想しましたって、連想って何、連想、今新緑で連想、その考えてくれていると、あ、そう、これからじゃあ投稿してくれるってことね。はいはい、ことだと思います。なるほど、はい、投稿をしてください、はい、ま、今返信しなくてもいいかな、投稿お願いします、お待ちしてます、じゃあ三越さんにも、はい、ちょっと考えるね、ちょっとシンキングタイムちょっとシンキングタイム必要ですか。だってそんなすぐ出てこないでしょいやいやいや、爽やかな風っていうところで、神語と下語でこれさ、大体考えるときに何かその、はい、頭と腰どういうのも、うん、ことを持ってくるとかって何かあるんですか、こっちみたいな。そうですね、うん、この本当だったら季語を最初神語に入れるのが一番作りやすいと言われているんですね。例えば季語っていうと、例えばどういう、今日だったら例えば新緑、あ、新緑のとかね、うん、新緑の三軒茶屋をなんとかでとか、あ、なるほどね、というふうにすると一番作りやすいと、ね、うん、はい、ありふれてっちゃうかな。でもちょっとね、うん、それだとつまらないとなると、今度は最後に持ってくるわけなんですよ、うんうんうん、
三人茶や夕暮れ近く新緑なんとかとか緑の並木とかなんとかってこう記号最後に、はい、最後に持ってくる、うん、で一番難しいと言われてるのが真ん中に持ってくるんですけど、水越さんはやはりプロなので、うん、爽やかな風真ん中に持ってこられちゃってるじゃないですか。っていうか違うと思うんだけどさ。でも一応真ん中に持ってこられちゃってるから、うん、これはちょっとかなり手強いですね。そうなんだ。そうすると難しいじゃないですか、最初と最後に何を持ってくるかっていうのは、うんうん、例えば今日何したかとか入れるわけですよ、うんうん、だから朝早くとか夕暮れてとか爽やかな風ってなんて昼間ですか、出かけられてと例えば三軒茶屋とか、三軒茶屋に来た時のね、うん、この僕が今三軒茶屋降りて、うんうん、この商店街歩いてきたんだけど、うんはい、すごいこうなんだろうな、こう昔ながらのこれが本当の商店街だよなって感じ。小金、僕は地元小金なんですけど、はいはい、商店街と言いながらもうマンションが建っちゃって、うん、もう一回店舗がないとこがあったら、うんうん、もう本当歯抜け状態みたいな感じになっちゃってる、うんうん、でもそういう道商店街じゃないですか。でもこれ、ね、今日歩いてきて、うんうん、これが本当商店街だよなと。だってこのわずかの間に印刷、うんいやさ、2軒もあったよ。たくさんありますよね。たくさんありますよね。びっくりしちゃったよ。2軒は完全にあります。あるでしょ。で、パーマ屋さんも2軒以上絶対ありますよね。この間にね。で、八百屋さんもいっぱいあった。八百屋さんもあるし。いや、ここは商店街、いろんなお店ありますね。面白い。あの八百屋さんも多い。うん、で、スーパーみたいな、こう、あの、なんていうかな、露店っていうか、こう、広げてある。うん、中に入ってじゃなくて、うん、外にこう並べてあるじゃないですか、うん、通りに、うん、で、ほこ店になってる時はあの辺はちょっといい感じですよね、昔ながらの、ねそういい感じだった。でもただ駅からちょっと遠いですけどね。あちょっと奥まってるのが難点ですが、本当にここら辺に住んでる人たちが利用してる。そうです ね, ね、で土日ほこ店になるのでそこでアイスクリーム食べながらブラブラしてる方がいたり、してますけど、でも私はまああのそのこの辺には長いですね。あ、長いんだ。この辺には長いです。あの下北沢に本田劇場ってあるじゃないですか。あそこでよく芝居をやっていたので、まあ20年ぐらいは。あ、そんないるんですね。なりますね。三軒茶屋は。三軒茶屋自体ももう14、15年になるので、いいところですね。まあまあまあいいとこですね。そうですか。住宅街の割には、まあね、あの商店街風の、うん、いや印刷屋さん、僕は印刷会社なんでしょ、印刷屋さんこの商店街さ、いい、ね、2軒だって、いや僕の地元でさえさ、探すのは難しいぐらいないですよ。あ、そうですか、うん、いやあのこの通りにあるところでこうやってけんな、あれですよね、名刺なんか頼んだりとかして、うん、で大通りと2店あるとか、ね、こっちが工場で大通りに店があるとか、あ、なるほどね、うんうんうん、奥まった場所で、そうですか、ちょっと、はい、だからそのね、なんか気持ちをこう俳句にしたいなっていう、ね、なるほど、古い懐かしい街並み、そう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 と商店街、うん、商店商店街、そうするとちょっと字余りですね、商店街になっちゃうね、はい、だから商店街、老舗、商店の、店先の、うん、爽やかな風、うん、看板、あ、なんていつもさ、こういう作るときって、はい、書いて、あ、なんか来ましたよ。ありがとうございます。名前まず言ってる。あ、またあのゼロ坊やさん、はい、はい、憧れの爽やかな家庭三越家おーちょっとこういいですね、いいですね。なんでさ、僕用意してもしょうがないよ。三越さんファンの、いやいや、ゼロ坊やさん、もうあの僕のファンの方、ファンの方ですね、おー、これはもうゼロ坊やさんっていう、でも字余りだよね、これ爽やかな家庭だから、あ、ちょっと字余りですね、そういうところがまたあの波長
の面白さっていうのがあって、波長、波長っていうんですけど、あの調べが五七五っていうのを、まあ、調べっていうんですよね。なのでそれを崩す波長、ああどういう字、波はこういうあの崩すというか波長ですよね。あのと破るじゃなくて破るですね。あ これですね、破る、うん、は、はい、で腸は調べる、はいはい、で波長、それもありなの、はい、あの破る、まあその五七五をちょっと破るのもありです。まあありです、波長で。なんでそれを波長というと真面目に答えていいんだろうか。これは私あのゼロ坊やさん、こちらこれをあのフェイスブックに投稿させていただきたいと思います。もう今日の、記念トークということでありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しいな、もうさすが三越さんファンで、もうすぐトークが、届いております。すごいですね。三軒茶屋って、なんで三軒茶屋っていうの。いやなんかそれ結構本当に三軒お茶屋さんがあったらしいんです、でここのちょっと先、ここもそうですけど、住所で言うと三宿って言うんですけど、三つの宿なんで、宿場町が三軒、大きな宿場が、あの宿があって宿場町で、三軒茶屋も、お茶屋さんが三軒あって、そして三つ股になってるじゃないですか、三軒茶屋は特にこう分かれ道で三つ股になっているので、それで三軒茶屋という、というふうな、あのなんか土地の言われ、あるらしいですね。ここに来る土地は五砂路なんですよね。であそこには道祖神があって、なんかこうちょっとこう古風なんですけど、まあでも駅の真ん前はこうビルが建っちゃって随分変わってるので、この辺ももう奥まった土地になっちゃいましたよね。こう茶沢通りからちょっと入ったところなんだけど、ゼロ坊やさんがトークしてくださったので、もう私はこれをつかさず、Facebook 俳句大会に載せたいと思います。ぜひぜひ、ぜひぜひ、ありがとうございます。ありがとうございます。何しようかな。はい、ゼロ坊やさんはゼロ坊やさんというお名前で、いただいておきます。その本名出さない方がいいと思います。ネットなので大丈夫。いや本人困ると思います。まあ、ゼロ坊やでも、まあ、十分有名ですけどね。ああなんか知りたくなっちゃいますね。有名なんですか。有名ですよ、三越さんファンで。無重力体験でプロポーズした男って、ね、無重力体験、無重力体験ってします。どういうことですかそれは。あの宇宙って無重力じゃないですか、はい、その無重力を体験できる、はい、そういうのがあって、飛行機、ジェット機みたいに乗って上に上がっていきなり落ちるわけですよ、こうって。そうすると無重力になるじゃないですか。そうするとあのね、はい、なんかこう、そういう体験、そうそうそう、なんか飛び降りるやつですか。いやいやいや、飛行機の中で、中でそうで、こう無重力になるんですよ、その、はいはいはい、わずかな時間ですけど、ほうほうほう、その間にその、自分の、あの彼女にプロポーズをフリップにこう書いて、結婚してくれとか言って、世界で唯一の無重力体験でプロポーズした男っていう。すごいですね、ロマンチストなんですね、やっぱりね。あの雲をいただいておりますので、いやもう一句、ゼロ坊やさんもう一句、もう一句あの無重力体験の記念の句をぜひお待ちしてます。お願いします。いや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 、はあ、難しいね。難しいですか。ほら本当難しいよ。いや俳句は結構しみしみしますからね。俳句。ただちょっと僕は上野さんの、はい、その新緑のやつを聞きたいんですけど。新緑の句、はい。今日ですね、これはいつもですね最後に放送するんですけど、はい、あちょうど30分なので、それではあのここで一回あの締めさせていただいて。その締めちゃうの。一回締めさせていただいて。吉岡さんありがとう。あちょっと何だろう何だろう。あヨッシンっておっしゃるんでしょうか。ヨッシ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 ーさん。ヨッシーさん。はい。
三越さんこんばんは、大人気ですねありがとうございます、吉岡さんありがとうございます。いやいや三越さん本当ファン多いですね。いやありがとうございます。カメラマンのね、吉井さん、カメラマンさんですか、このアイコンがこれ渋いじゃないですか。いい渋いですね、いや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 、本当は渋くないんだけど、ね、またまた水野さんです。やっと着席、玉美さんと清美さんの TV も同時進行、あ、そうなんだ、2面出しています。え、なんか別の方やってるわけね、やってるんですね、はいはい、あの清美さんの TV ね、やってるんだよね。あ、ちょっとこれはちょっと今ね、この水曜日のこの時間帯はね、はい、結構他の番組もね、いろいろあるんですよね。ああ、ちょっと人気タイムなんですね。はい、人気タイムです。いやちょっと、ありがとうございます。 ありがとうございます。吉岡さんもぜひ一句作りましょう。お願いします。はい、吉岡さんっていうのはヨッシーさんですか。ヨッシーさん。ああ、いや、あのカメラマンでらしたら、もういろんな絶景をいろいろ見てらっしゃると思うので、新緑のこう、新緑のテーマで五七五で。そうですよね。よろしくお願いします。新緑お待ちしてます。締めるに締められない感じですけど、とりあえずじゃあ、締めなくてもいいか、一応30分でですね、番組的には30分番組で、30分短いよね、とりあえずなんかこう対談の時はほらまたね、そうですね、対談は初めてですからね。いい、どうぞどうぞ、はい、じゃあ一応ですね、最後に私の今日の一句っていうので、はい、どうぞ、毎日30分で締めてるので、はい、ちょうど三越さんがあの私の句をというリクエストがありましたので、ありがたくここで一句、ご披露させていただきたいと思います。5月28日水曜日、曇り、道分かれ、葉桜の下、道祖神。道分かれ、葉桜の下、道祖神。上野隆子でした。これ解説しないんですか。解説ですか。あ、これはですね、毎回は解説はしてませんね。で、何々、はい、そのさ、今句読むじゃないですか。うんうんうん、そうするとね、うん、あれどういうあれで作ったのかなってすごく聞いた。聞いてる人はそう思うんだけど、そういうことは言わないもんなの普通は。30分の中で説明する時もありますけれども、あの、あ、普段は説明すると長くなっちゃうんだ。そう長くなってしまうので、どういう時に読んだんですよとかそういうのはないの。はい、例えばこれは、うん、そのそれこそここの道の来る途中に御佐路があるんですけど、そこにあの道祖神が古墳にあるんですね、はいはい、うん、今時珍しく。でそこに桜の木が、しかも一本あるんですよ、はい、で花が咲く時期にはすごく綺麗なんですけど、今はもう葉桜になっている。なるほどね。ということで季節が移り変わって、うまい、道も分かれるし、なるほどねということで葉桜の下、道祖神というふうに、ね、一句、はい、作らせていただきました。できました。あ、はい、では一句聞きたいと思います。はい、はい、路地裏に爽やかな風、うん、道祖神。なのでやはり道祖神で。道祖神いいですよ。下語ちょっとあれですね。え、あの、何持ってこようか困った。困った。道祖神って聞いていいな。いや、あ、やっぱし、うん、いや、道祖神っていうのはちょっと珍しいですよね。水野さんが。あ、水野さん、ありがとうございます。お、一句作るんですかと来て、その次に、新緑は目によし、しかし眩しすぎ。おー、素晴らしい。なるほど、新緑は目によし、しかし眩しすぎ。あー、なんか語呂合わせっていうか、音がよし、しかし眩しすぎっていう、この音を合わせてるところが憎いですね。そういうのもなんかあるの、俳句で。やっぱり俳句はこう調べを楽しむものじゃないですか。調べを楽しむものね。はい、うん、そうなんです。ですのであの、これはちょっとかなり高度な。さすがですね、水野さん。水野さん慣れてらっしゃるんじゃないかな。ね、かなりちょっとこう、素質ありですよね。あとヨッシーの松だけですね。ヨッシーさん。松だけですね。はいはい。ヨッシーさんお願いします。もう一回僕の言いますよ。はい。路地裏に。はい。爽やかな風、道祖神。
おほら爽やかな風っていうところがすごくポエジーがあっていいんですよね。ポエジーって言うんですね。です皆さん、ね、今日ね初めて聞く言葉いっぱいありますけど上野さん当たり前だと思ってるかもしれないけど、うんうんうん、やっぱ聞いてる人とか見てる人で初めて聞く人も多いと思うんでね、うんうん、そういうの専門用語ですよ。ある意味ある意味、うん、ああそうかもしれないですね。トークとか、ああ自分では気づかないでしょ。だそれはしっかり解説してあげないといけないですね。ああそっか、うん、あそれはそう言ってくださる方がいないとわからないですからね。全然わかりません。あ、はい、そうですね。じゃあこれはですね、爽やかな風というのがポエジー、さすがシンガーソングライターだけあって、そのポエジー詩心、ああなるほどなるほどということですよね。ポエジーがあるというふうに ねよく言うんですが、いいですね。この道祖神っていうところが、路地裏っていいじゃないですか、うん、路地裏に僕本当はね、はい、その商店街歩いてきたでしょ、うん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 、でその時の、はい、さっきも言ったように、はい、そのちょっと、まあ昔ながらの商店街すごい良かったわけ、はい、ね、さっき言った八百屋さんがあったりなんかあって、なんかこう 下町風なイメージもあって、その喜びを表したいんだけど、それが出せない。でも路地裏っていう言葉にはそれあるんじゃないかな、うん、なんとなくね、ちょっとね、それ聞いただけだったね、はいはい、ちょっとこうメトロ風の駅前にしては路地裏があると、うん、はい、そこに爽やかな風が吹いて、うん、そしてまあ道祖神もいいですよね、うん、道祖神もいいですけどねいいですけど ね、まあ、ね、うん、道祖神もいいですよね、うん、でも句としては道祖神ってまとめられるとかなり古風でいいですね、うん、ああそう、はい、さっきの上野さんのなんだっけ、はい、私のはですね、道分かれ葉桜の下道祖神、うまいね、なんですね。ちょっとまとまっちゃってますけど、これさ上野さん、はい、いつもこれに書いてんの？これは俳句手帳という、俳句手帳っていうのがあるんだ、はいはい、俳句手帳というんですね。これどう売ってるの普通に、今日ですね、これがまたちょうど三越さんおタイミングいいですけど、ええ、ちょっといいですか、席を外しても、はい、今日お持ちしたんですね、帰りに三越さんにですね、これを記念に、俳句手帳っていう、こんなような皆さんにも、こんなような俳句手帳なんていうのがこれ売ってるの？よくあって、これも売ってもいます。これまあもう差し上げちゃうんですけど、もうどうぞどうぞどうぞ。あ、いいですか？はいはい。ありがとうございます。俳句手帳。こんなに感じで、ね、こういう感じでね。そうなんです。手軽なんです。で、こうやって私はそこにこんな風に俳句を一生懸命こうひねってるわけなんですね。ね、あ、光ってつかないと思う。なんかこういう風に書いてるんですね。毎日毎日。日記として。毎日どのぐらい作るんですか？最低1日行く。最低1日1句、うん、でまあ肉食べ物に関する句をちょっと女性らしさを出そうと思って今ちょっと書いてるので、それを混ぜて最低2句でまあ3句から5句ぐらいですね。たくさん書ける時はあるんですけど、まあ10句となると難しいですから、最低2句ということで、あ、まあ毎日それは自分に貸してるの？そうですね、日記っていうことでブログに公開してます。日記か、なるほどね、うん、で俳句を作る人ってのはやっぱりそのぐらい作ってるんだ、うん、まあ昔の人は正岡子規だとか、うん、高浜虚子、うん、なんてまあ誰でも知ってる文豪の方は、うん、俳句日記って残してますよね。あと随筆で本当に毎日病棟日記みたいな、そうそう、それでまあ随筆を出されたりなんかして、うん、そういうのがまあ、後世にまあずっと今でも残されてるわけなんですけど、うん、そういうのを見るとやっぱりこう実感湧くじゃないですか、うん、いつのただ季語って聞いてても、あ、何月何日の、あ、これは病床で書いたんだとか、うん、富士に行って書いたんだとかって、うん、こう日記でこう分かると、うん、あ、なるほどなと思ってこう実感が湧くので、で俳句日記っていうのをすごい私はいいと思って毎日頑張って書き続けて、ね、はい、もう10年以上になるんですけど頑張っています。これね、俳句を作るじゃないですか、例えば僕も、はい、まあ、例えばじゃあ作りましょう、はいはい、でそれほら自分だけだとなんかやっぱり、うんうん、つまらないですよね。そこでトークをするわけですよ。あ、そうすると
まあ、他に投句された方の句も見れるし、そして自分が入ったり入らなかったりもするじゃないですか、入選したり。そうすると楽しみにもなるし勉強にもなるし、なんかその、うん、何それ面白い、選ばれたりなんかするっていうのは、うんうん、そのもうたくさんいろんな大会あるので、まあその実力のレベルを測る目安にもなるけれども、その難しい実力以外にいろんなこの大会の楽しみってあるじゃないですか、はい、例えば Facebook だったらこういうふうに気軽にいつでもインターネットからトークできるとか、うん、いろんなあの場所場所で、例えばその伊藤園だったら大人から子供まで誰でもお茶を飲みながらトークができるとか、そういう缶の裏に載ってるし、うん、お茶を飲みながらちょっと一句ひねってみたいな。なるほどね、うん、そういういろんなその句そのものを深めるだけじゃなくって、うん、その大会大会の良さがあってこう面白みがあるわけですよね。なるほどね。そういうのだからね、広めていきたいよね、うん、そうなんですよ。で、俳句 TV と俳句 TV と、うん、はい、それでも、うん、はい、ニューストリームと出会ったので、ね、もうこの俳句 TV っていうのはですね、うん、もうあの俳句講座で、俳句で、まあ今回僕がゲスト初めてでしょ、うん、上野さんの。そうなんです、もう第1号の、あの、ゲストですか、はい、でこうやってね、月に1回でもね、ゲストの方をお呼びすると、はいはい、面白いと思います、ね、うん、こう、ね、いろんな話も聞けますし、そうそうそう、俳句のこの質問もね、していろんな季節感でいろんなお話を聞けたら、やっぱりね、こうやって、まあ、今日も水野さんはさっきと、ね、はい、ゼロ坊やがトークしてくれたけど、はいはい、それにやってる間にトークしてもらうとかね、うんうんうん、そう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 、それやっぱ ね、やった方がいいですよね。そうですね、うん、こういう話をしながらトークしてくださってありがとうございます、ね、ありがとうございますね。本当トークしてくださるのは本当嬉しいですよ ね、本当嬉しい、うん、これがユーストリームのやっぱりいいところですよね。醍醐味ですよ、リアルタイムでできるんだから、ね、ネット講座ではここまでやっぱりできないので。ネット講座って一方的なの？一方的ですね、あの10日に1回まずメールを送るわけなんです、うん、そしてそのメールで10日ごとにいろんな講座のまあステップ 10か条って言ってるんですけど、まあ、ステップを踏んで100日間で一応俳句ができるようになるという、カリキュラムを組んでやってるんですけど。動画で配信するのは何日に1回なの？それはさ第3週ですね、第3週にそのテキストを元にして、まあ、動画でこう分かりやすく、こうあの白いボードで作られてるものあるの？テキストは私が頑張って作ったんですけど、すごいね、頑張ってですね、これはまあどうかわからないんですけど、まあ自分としてはちゃんとまとめたつもりで、100日ステップのテキストということで、まあ、あの銀座で俳句講座をやっていた時に、毎回毎回ただあの喋って終わっちゃうと つまらないしちょっともったいないということで、必ずこうその時のレッスンをこう書き記しておいて、でコピーしたりしてひねり直して10日間ステップっていうので、はい、あのネット講座に、うんうん、配信してるんですけども。今でもやってるんでしょ？やってます、やってます。来ましたよ、はい、来ました。あ、ありがとうございます。原田豊さん、原田さんありがとう。あ、ご存知ですか、お二人こんばんは。三越さん声がいつもと違います。マイクの影響でしょうか？え、声それってさ、声が弾んでるってこと？違うんでしょうか？いやいやいや、原田さんっていうのは、原田さん、はい、原田シール印刷所って言って、印刷、同じ印刷の仲間で、会社の東久留米でね、原田シール印刷所やってますよ。いや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 、ありがとうございます。ね、もう原田さんも作りましょう、登録しましょう。そうです。テーマは新緑ですよ。はい、新緑お願いします。なかなかね、これあれですよ、はい、センス求められますから、原田さん難しいかな。いや、やっぱりね、あの爽やかな風ってふっと出てますからね、水越さんはなかなかなもんですね。もう一つ、ヨッシーさんから来ております。サミダレも走って爽やか湘南道。うまい、すげえ。サミダレときましたね。今考えてたのかな。ああ、
そうかもしれないですね。いや、さみだれときましたからね。さみだれってその字のごとく、やっぱ5月。もう5月ですね。今。読んで字のごとく、今ですね。さみだれっていうのよく使ったりするんですか？いいですね、使います、使います。あ、季語？季語です。もちろん季語です。濡れて帰ろうなんて言うじゃないですか。もうこれは季語ですね。湘南道っていうところがまたいいですね。いいね。ちょっとイメージ湧いてくるもんね。いいですね。ちょっといいですね。湘南っていうところが。俺も甲州街道で作りたい。あ、甲州街道っていうのもいいですよね。あの並木道が綺麗ですからね。ねえ。うまいね。よし。いいですね。これもあのフェイスブックにトークさせていただきます。ね、しましょう。はい、ありがとうございます。原田さん待ってますよ、はい。まだ時間あるから大丈夫よ。はい、はい、原田さんもお願いします。ね、あのね、新緑テーマはね、はい、新緑でお願いします。ちなみに僕のはね、路地裏に爽やかな風、道祖寺。ああ、しみじみしてます ね。そう。渋い。あ、原田さんは。うん、お、僕はセンスないので。そんなことないですよ、原田さん。ております。いや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 、ね、そんなことないです。誰でもできるもんね。誰でもできます。うん、誰でもできます。誰でもできますって言ったんですよ。誰でもできますっていうのも変ですけど。あ、原田さん、あれ言ったらいいよ、原田さんね。誰でもできる。うん、そう。原田さんはね、うん、あの最近フェイスブックでね、毎日ね、アイスをね、食べるアイスをね、毎日食べてるんだよ、原田さんね。あ、アイスを食べてるんですか？それを、ね、投稿してるんで、写真をね。あ、そっからちょっと一句できない？アイスっていうのは夏の季語ですよ。うん、だよね、アイス。いいですね、いいですね、いいですね、いいですね。アイス食べ、なんちょかなんちょか、なんとかで、とか、ね、アイス食べ、はい、今日も元気に、うん、ね、なんとかなんとか。そう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 。アイス食べ。今日も元気に、仕事に励もうとか、今日も元気に。それでもいいですね。はい。今日も元気な、なんとか。そうそうそう。はい、アイス食べ。もう季語なんですね、これね。はい。はい。なんとか。遅刻せずとか。うん、はい。これすぐできるじゃん、そうだったら。はい。ねえ、はい、お願いします。待ってますよ、原田さん。ね。お願いします。ちょっと頭ここで回転して使ってね。アイスいいですね。いいね。お願いします。ありがとうございます。なるほどね。こうやってやっていくと、うん、こうやってほら、喋ってるとさ、はい、こういろいろ出てくるじゃないですか。そうですね。いろいろ喋ってると、はい、いや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 、もうあっという間にですね、時間が相当過ぎてしまいまして、30分、一応30分番組なんですが、だからゲストが来た時は。もう45分とか50分とかそういうふうにした方がいいって、30分なんて短いから、ね、これは、ね、うん、あ、短いですね。短いですよ。そうか、ちょっと考えなきゃいけないな。ゲストが来た時はだってこうやってみんなほらやってくれるわけでしょ、ね、こうトークまでしてくださって、いや、ありがとうございます。いやいやいや、次回はですね、来月ももう決まっておりまして、ゲスト、はい、来月あの美文字なんかあの林さんです、林さんです。うん、なんかあの、いいじゃない。あ、やっぱご存知ですね。ユーストリームやってらっしゃるし、僕のセミナー出てくれて、そうですよね。あの自分体の中にいらして、そうそうそう、美文字っていうのが面白そうだなと思ってこう引いたんですね。あ、そうなの？うん、そしたら、はい、はい、そしたら、俳句も面白そうですねっておっしゃってくださって、でメール打って、もしよかったらって言ったら、あ、行きます行きますとおっしゃってくださって、林さんあれで役者もやってるんですよ。そうなんですって、うん、でこの間そのチラシを持って宣伝にあの俳句講座に来てくださって、でこうちょっとこう瓶にこう書いていただいたりして。あ、そうなんですか。ありがとうございます。林さん見てますでしょうか？来月の最終最終週、6月の第4日曜日です。あ、もうそれはゲストの出る週ということですね。はい、週ということで。あ、いいじゃないですか。はい、毎月第4週に、決めております。それであれですよ、皆さんね、今ここやってるところね、はい、言っていいんでしょ、うん、え、あのここ、はい、全然いいです。上野さんのやられてる喫茶店ですよ。そうなんです、カフェなんです。カフェね、喫茶いや、こう見た感じほら喫茶店っていう感じ。そう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 、ね、渋いでしょ。渋いよ。これがですね、だから今ここを借り切って誰も今お客さんいないですよ。そうなんです、そうなんです。ランチカフェになっておりまして、ちょっともうちょっとなんかうちの夫が今ちょっと新しくしたいななんて言ってますけど、うん、結構渋めのカフェですので来ましたよ、原田さん。おありがとうございます。来ました、原田さん。アイス食べ、車走らせ、爽快道。おー、爽快道、
ね、いいですね。こういう自分で作るのはどうなんですか。これは造語って言って全然ありです。素晴らしいじゃないですか、原田さん。ありがとうございます。これ OK ですか。いや、文才あるかもしれませんよ、造語とか来ちゃって。いやいやいや、先生から言ったら、はい、上野先生から言ったらこれ、はい、ありですか。これありです。 OK です。 OK です。造語はもう全然 OK なんです。従来からの言葉より面白いって言われて。でもね、これいいよね。アイス食べて爽快な気持ちと、はい、いい、あの車走らせてるって、うん、車走らせてるってことがね、いいじゃない。センスあるじゃない、原田さん、ね、この少年堂のこの国感化されたかもしれない感じが。なるほどね。なんかこう突っ走るみたいな、なんかアイス食べながら、へえ、やるななんかいいですね。ちょっといいですよね。アイス食べ、ありがとうございます。車走らせ爽快度。あ、よかった。これもですね、フェイスブックにですね、載せさせていただきます。集まったじゃないですか、いっぱい。よかったですね。ありがとうございます。いやいや、よかった、よかった。いや、ありがとうございます。さすが三越さんで、ね、いやいや、いいですよ。いや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 、ありがとうございます。ね、あの今回はあのゲストということで、いつもより長めにね、ちょっとやってますけども、はい、そうなんです。新緑というテーマで、うん、私がこの番組の中で俳句をね、梅野さんからいろいろと教えてもらいながら一句作るということで、同じように新緑をテーマで見てる人もね、視聴者の方も一緒に作りましょうということで、ちょっと今日はちょっと最後にね、今日が出た、作られたやつね、僕が作ったやつが路地裏に爽やかな風道祖神。これで三軒茶屋、僕が初めてこの商店街を通って非常に感動したんですよ、商店街が昔ながらの。でそれをちょっと句にしてみました。であと今日ね、ゼロ坊やのどんなのだっけ。ゼロ坊やさんの句はですね、少々お待ちください。どうだ、はい、これです。あ、これもそうなんだ、もしかしたら。説明はしなくていいよ、無重力。無重力、おー、これはちょっといいですね。これはちょっと向きっていうところがまたちょっとあれですね、これだね、はい、現代っぽくていいですね。無重力ですので、はい、こう現代っぽくていいですね。ゼロ坊やはこちらがもう一つ、ね、はい、憧れの爽やかな家庭三越家。これは爽やかなっていうところが出てますのでいいです ね、はい、なんかお子さんの写真かなんかこうね、見せていただきたくなるようないいお話 で、こちらと、それからですね、こちらのですね、水野さん、新緑は目によし、しかし眩しすぎ、うん、あ、これもいいですね。眩しすぎっていうところがちょっとユーモアがあっていいですよ ね、はい、それからですね、ヨッシーさん、さみだれも走って爽やか湘南道、これはなんかもう湘南ボーイっていう感じでかっこいい、かっこいいですね。ちょっとハンサム系みたいな感じでかっこいいですけど、このあの原田さんの方はですね、アイス食べ、車走らせ、爽快道。爽快道、ありがとうございました。よかったよかった。今日はですね、三越さんの、ゲストの、しみじみとした句を、一句いただきまして、それから皆さんのたくさんの、あのトークもいただきまして、本当にありがとうございました。この辺でですね、今日は、お別れしたいと思います。最後なんかさ、はい、上野拓郎俳句 TV のなんか決めのなんかあるの。決め、これはですね、まだないんですが、上野拓郎の俳句 TV の決めはまだ一応ですね、まだ考えていません。なんかこういうのも句をいただきまして、このなんか、なんか考えた方がいいかもしれませんね。最後の決め、上野拓郎の最後、俳句 TV とかさ、俳句 TV、なんかそういう決めポーズですか。そう、お、ね、決めポーズ、あー、そっか、じゃあなんかこう決めポーズじゃなくてもいいけど、最後に例えばサリーちゃんの、ビゴラスね、最後にビゴラスってやってる。僕だったらメディカーズとか、あ、メディカーズやってますよね。だからなんか、なるほど、じゃあ575でなんかこんな感じで、上野貴子の俳句、最後にでもそれで終わりですか。上野貴子の俳句 TV、 俳句、俳句、俳句、俳句は俳句、こうひねってひねって、うん、ひねってひねって、俳句 TV。 これちょっと違うじゃない。ちょっと違う、上野貴子の俳句 TV、 TT か、あ、貴
高子だからね。これタイムになっちゃうよ。でもあタイムですか。じゃあ俳句 TV 上野貴子の俳句 TV ひねってひねって575575 あだから両手いきますか。これでいいんじゃない。え一つ2ですか。これで7ですか。そっち5でして これで575。あこうやって575。あこれはいいですね。なるほど。上野貴子の俳句 TV じゃねーって。ありがとうございましたっていう感じで、ね、あ、わかりました、はい、じゃあちょっと行きたいと思います、はい、ありがとうございます。それでは、今日初めてのゲスト三越さんの、最後の、お別れを行きたいと思います。ありがとうございます。上野貴子の俳句 TV ひねってひねってまた来週さよなら。バイバイ。どうもありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。